ポケモン金銀、衝撃的すぎる小ネタ4000、コガネジム、ジムリーダー茜は、トラウマでおなじみのミルタンクの他に、ピッピを手持ちに入れているんだけど、実はジム内部にある花壇も、ピッピの形に配置されているんだ。前景が見れないからこんなの気づけない。ウリア、関東地方の5番道路にある民家では、おばあさんから清めのお札をもらえるんだけど、この民家の扉を外から調べると、ウリアで誰も住んでいない。という張り紙があるんだ。まさかあのおばあさんは幽霊？それとも不法侵入？動員、コガネシティには、ラジオ等選挙もクロムロケット団がいるけど、選挙直前になるとその人数が増えてるんだぜ。設定が細かい。直前って具体的にはいつ？ジョージタウンにあるロケット団アジトと教授ジムを攻略済みかつ、持っているバッジの数が6つ以下の時に発生するんだ。通常の流れだと教授ジムをクリアした時点でバッジの数は7つになるはずだから、狙わないと見れない条件ね。教授ジムの攻略とバッジ7つがラジオ等選挙の条件みたいだったからな。ウソッキー、作中1匹しか登場せず、ほとんどの人が捕獲していたであろうウソッキー。だが実はこの戦闘でウソッキーを倒さず逃げると、ウソッキーも飛び跳ねながら逃げていくんだ。思ったより躍動感ある逃げ方で草、と見せかけて、いいわー。